はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供、ズーム G2-1NU61 番のプリセットですね。 TS ドライブ、はい。ちなみに、ズーム G2-1NU はこんな感じです。ダーン、はい。現行品ではないですし、Windows 11だとアップデートが不可能なんですが、そのままでも結構いい音がします。はい。ギターを手にしたらですね、まず6弦3フレットから、ゆっくりと考えていきます。はい。それでゆっくりとね、この方が合理的な音だからですね。このまま全く同じ音で2オクターブ奏でられます。最初はこれ途切れてしまって全く構いません。ここから全く同じ音でもう1オクターブ奏でられます。これつなげてみましょう。はい、もう一度。はい。これ基本的な練習なんでね。短い時間しか練習できない方も、必ず、自分の手を壊さないためにもね、練習してください。そして次に、Em-D-C の循環コードをクソ真面目に練習します。タイムイズマネー、時は金なり、人間にとって無駄な時間などコンマ1秒もないのです。皆さんね、練習できる時間は短いと思うので、精一杯練習しましょう。ワン、ツー、ガン、止まって。はい。ここでピックの持ち方なんですが、人差し指の上に、このように軽く乗せてください。そしてそれで親指で包み込むように持ちます。はい。で、こういうね、よく昔ボールペン回しってありましたよね。あのようにこういうふうにピックをくる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 って回すと、ピックをギュッて持たない癖がつきます。これはぜひね、取り入れてください。よく私は首からピックをぶら下げたり、消しゴムを首からぶら下げたりしてますが、電車の中とかでもね、このようにくる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 と回していると、とても、柔らかくてピックを持つ癖がつくのでよろしいかと思います。もう一度、Em-D-C循環コード奏でてみましょう。ピックは柔らかく、そしてストロークも柔らかく。ワン、ツー、ワン、ツー、スリされる方、とにかくシンプルにすることだと思います。いろいろパターン考えられるんですが、お客さんはですね、ほとんどあなたのギターを聴いてません。そんなもんです。あくまでギターというのは伴奏楽器であって、歌の邪魔をしない最もシンプルなもの、これでよろしいかと思います。次にですね、パワーコードプラスメロディーライン、これは物事の発想として、取り入れていくとよろしいかと思います。パワーコードを奏でた後にね、メロディーラインを重ねる、
ランディ・ローズ、ミスター・クローリーなんですが、お嬢相撲マンのね、ランディ・ローズは惜しくも、飛行機事故でね、この世を去ってしまったんですが、人間生きていればそのうちいいことがあります。はい、というわけで、惜しくも亡くなってしまってね、ランディ・ローズ、ミスター・クローリー奏でてみたいと思います。ゆっくり丁寧に、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。怖がらずに行きましょう。何事も失敗から成功は生まれます。はい、ゆっくりね、はい、ゆっくりと反復していくことで、だんだんその音に、艶が出てきます。はい、一丁一丁をね、大切に奏でることが非常に重要です。そして次に Am の曲です。これは、Yes のロンリーハートですね。世界的大ヒット、前衛ナンバーワンですね。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツそして次にギターソロが出てくるんですが、ギターソロに対して意味ありません。ただの、歌と歌を間をつなぐ、伴奏の一部です。例えるならばですね、エブリトルシングの、楽曲で、伊藤五郎さんがねギターソロを弾いてる時にも、持田香織さんの笑顔が、ね、映し出されます。ギタリストとはそんなものです。過大な期待をしてはいけません。というわけで、まあ、ギターソロね、たまにちょっと伊藤さんの笑顔がなぜか映し出されたりしますよね。はい、すごく使いやすいギターソロとしては、ファイナルカウントダウンという楽曲ございます。こちらを奏でてみましょう。ゆっくり丁寧に。しても使えることですね。距離、これを小さくすることですね。
フィンガリングノイズ、いわゆるこれをなるべく小さくするために、ちっちゃくコンパクトにまとめた運指を心がけましょう。課題曲として、イングレム・アルムスティン広島ナムル簡単にしたものです。かけていただきたいのは、あくまでギターは、ボーカルの伴奏をするための楽器であるということです。ギターが主役になるということはまずないですね。はい。私はもともとがクラシックギタリストなんですが、クラシックギタリストは食べていけないです。はい。なので、仕方がなくエレキギターやアコースティギターを弾いているんですが、エレキギターに関して全く感情など込めてないですね。全く込めてないです。なぜならばそれが仕事だからですね。そして一番の願いは、生徒さんに音楽を楽しんでいただくことですね。はい。とにかく楽しく、ギターを弾いてほしい。その結果ね、上達していただければそれはとても私たちにとって幸せなことなんですね。はい。幸いにもね、私が担当させていただいている生徒さんはとても、優秀です。はい。うまく言えば私の教え方がうまいでも現実はなぜかすごくね、やる気があって、時間の使い方がうまい。多分お忙しい、皆さんお忙しいと思うんですが、その間を縫ってね、すごく効率よく練習してくださ、来てくださるんですね。なのでとても上達が早い。それとても嬉しく思います。はい。で、新しくギターを始めよう、5月に入ってね、部署も変わって、いろんな環境変わると思うんですが、新しくギターを始めたい。そして、学生さんならね、そろそろ落ち着いたんで、軽音部とかに入ってね、新しく、ギターを一本買おうかなっていろいろ悩んだりすると思うんですけど、基本的に、最初はね、シャーミュージックにレンタル用のギターを用意してありますので、そちらをお使いいただいて、で、自分がね、こんなギターが欲しいなとかね、こんな風な自分ってイメージすることはすごく大事なので、イメージしてみて、ご自身がね、こういうのが欲しいんだけどったら、ぜひ相談してみてください。いろんなメーカーからね、いろんな楽器出てるんですが、一台一台全部違います。はい。人間と一緒でね、一人一人全部違うのと同じように、ギターさんも一台一台違うのでね、ご相談いただければ、ご相談に乗ります。はい。押し付けるようなことは一切しません。はい。これが欲しいな、例えばいきなり初心者の方がね、リングエム・アルムスティンと同じスキャロップドっていうね、こういう芝のとこ掘ったギターが欲しいんだけどって言ったら、さすがに止めます、ね、ちょっと考えてみてくださいと。でもどうしてもそれが欲しいって言われたら止めませんけど、遠回りになりますよという話はしますけど、どうしても欲しいと言ったらもうそれでいいんじゃないですか。だって自分がその欲しいと思ったものを一番買うのが一番いいですよ。はい。ただあまりローンでギターを買うことをお勧めしません。ご自身でね、アルバイトしたお金で買う、もしくはちょっと親に出たってみるね、そういう何らかの方法で、ギター、自分のギターを一本手にしてね、 できればお家の中ではね、ケースの中にしまっておくのではなく、ギターさんと一緒に生活する、
ね、ギターなんて倒れた、こう倒れそうになったとしても、こう足でバーンってこうやってやればなんとかできるものです。あのギターなんてこう軽い楽器なんでほいほいってあの持てますし、あのバーンって倒れちゃいそうになっても、こう足さえ出せばね、こうバッてこうあの保護できるんで、ね、私しょっちゅう足に血まめ作ってます、ね、あのそれでもね、ギターとともに暮らす生活というのはとても楽しいものですので、ぜひあの楽しくおられましょう、はい、あの生徒さんの安全を第一に考えてますんで、とにかく練習しすぎないことをね注意しながら、少しずつ上達していくとよろしいかと思います、はい、それではギタリストの竹下敦彦をお送りいたしました。横浜シェアミュージックでお会いいたしましょう。 See you next time です。